本日お話を伺うのは作家エッセイストの椎名誠さんです。椎名さんは2021年7月19日に漂流者は何を食べていたかという5本を発表されました。ご著書についてお話を伺います。前書きにてご自身を漂流記マニアと称されていました。なぜ山岳などでの遭難記マニアではなく漂流記マニアという肩書きに至ったのでしょうか。漂流記の何が椎名さんをそれほど引きつけるのでしょうか。まあ、極限状態に置かれた人がどういう対応するかということがまず第一に昔から興味があって、それで海、山、川、空、それはもうどこでもフィールドは選ばないんですけどもね、まあ、僕は山に若い頃から昔登ってた、海はダイビングなんかやってまして、川はカヌーイングで、でいろんな川下って、でどっちもひどい目にあっているんですけどね、そういう体験がある上で、世界ではもっとすさまじい極限状態を体験している人がいるんだということをだんだん知っていくわけですよね。その中で漂流者っていうのが一番人目につかないというか、人が見てくれないという気の毒な状態になっているんですよね。で、海山か遭難は全部そうですけども、救助の手立てがまあ一番少ないのが漂流ですね。で、その中で生きていくしかないので、その生きていくための気持ちの覚悟とか、海と向かい合ってそこで、まあ、いろんなことを挑戦するわけですよね。それが、まあ、切実で気の毒なんだけれども、成功すれば読んでいて嬉しくなるし、失敗すれば次はどんなふうに対応していくんだろうかという興味、共感までね、大層なことは言えないけども、共感したいような苦しい状況にみんな立ち向かって、それで、まあ、生きるか死ぬかの修羅場を経てくる、そこがすごいですよね。漂流というと海上生活型と無人島生活型の2パターンが思い浮かびます。それ以外にも本書では氷板に乗って漂流する氷板漂流型が紹介されていました。このような漂流は多いものなのでしょうか。あれは軍事作戦からの流れなんでね、そんないないです。で、場所も北漂洋に限られますからね。で、しかもかなり大掛かりな実験漂流ですから、お金もかかってるしね、そこに漂流に至るまで。でも氷板の上に水が溜まって、で結構な池になって、その上を小舟で漕いでいくなんて面白いですよね。本体が流されてるのにまた自分もまたわざわざ流れていくという、食料を取りに行くために一番高いところに食料を置いてあったから、それを取りに行くんですけどね。そんなのは読んで忘れなかったから、あれはそんなに食べてないんですけどね。食べてるのはもう飛行機で持ち込んだもうちゃんとした食料食ってますからね。船が破損する原因として、しけ、大型海洋生物との接触のほかに、
凍結した海に捕まる、氷に食われるが挙げられていました。本書では北極探検や南極大陸横断に挑んだ船が氷に食われた時に、乗務員たちが身動きの取れない船を飛び出してソリやカヤックを駆使して極地探検をする様子が紹介されています。椎名さんが同じ状況に陥ったらどのような行動をするか教えてください。カナダの北極圏で、カヤックに乗っかって、ちょうど夏に向かって氷が溶け始めた頃なんですけどね、氷っていうのはね、海氷っていうのは一日できれいに全部流れてしまう時もあれば、一日で全部寄ってきてね、元に戻っちゃうっていうのの繰り返しなんですよ。大きなね、地上なんだろう80メートルぐらいあるような氷山、これがね、ある時海峡からいなくなってしまう、と思って、その下に8倍の、氷山のね、一角が出るだけですから、ですごいなと思ったら、それがね、やっぱり翌日ね、戻ってきちゃったんですよね。そういう中をね、カヤックでずっと入っていくと、氷が時間によって周りに寄ってきて水路がなくなっちゃうっていうのを実際に体験しましたね。これは怖いですよ。でカヤックなんか潰されちゃいますかね、あっという間にね。でもそこをね、イヌイットはカヤック氷の上に引き上げて、氷の上を引っ張って歩くんですよ。それでまた海の開いてる海氷部っていうんだけど、そこにまたカヤックを置いて、でまた漕いでいくというねことを実際体験しました。一緒にやられたんですか？大変です。どうどう狩猟用のカヤックなんで、川で張ってあるから軽いです。そういう引きずることを想定して設計して作って、そうもう漕いでってね、ビューンって飛び上がっちゃって氷の上に、それで氷の上で降りて引っ張っていくなんてことをやるんですよ。いや、本場の人はすごいですよ。それは漂流記はフィクション、ノンフィクションを含め様々な出版物がありますが、山岳などでの遭難記は少ないように感じられます。漂流記が山岳などでの遭難記より多く読まれている理由として、どのようなことが考えられますか？遭難記いっぱいありますよ。ありますか？これは世界に目を向ければね、ずいぶんたくさんの人が、遭難してますね。いろんなケースがありますけどね、雪崩にやられたり、それから岩登りなんかでは滑落するとかね。僕も外国の山も含めて結構いろんな山で際どい状態になってますけどね。太古の民族の足跡をたどることを目的とする実験的漂流では、驚くほど乗務員らは食に対する欲望や好奇心が淡白、魚に関心がないのだということが気になり、その感覚が僕には少々不満だったと椎名さんは書かれていました。食べ物に対する欲望が読者を魅了する理由を教えてください。他の漂流記では無から始まる漂流も多いですよね。何にもないところで自分で工夫して何か捕まえて食べると。でもね、実験漂流なんかはね、結構食べ物をね、積み込んでるんですよ。だからたくさんあるんですね。だから精神的に飢餓感がないのが実際だと思うんですね。書いてる人もきっとそうでしょう。漂流して、ダメになるのは3日間、最初の3日間だってね、精神が参っちゃうわけですよね。それで自分から海に飛び込んで自殺しちゃうってケースが結構あるんですよね。
でそれが 3,4 人いるチームの1人や2人だったらまだ2人は生き残る、1人だったらもうそれでおしまいですからね。そういうあの悲惨な漂流って世の中にいっぱいあると思うんですよ。で生還してないから誰も知らないわけですね。でそれまで凄まじい体験がもっとあったかもしれないんだけど、本にもならないし、僕もそれ読んで知ることもできないから、なんか気の毒だなっていう気持ちがね。今回は漂流者の食べ物をテーマに書かれていらっしゃいましたが、椎名さんご自身漂流しかけたご経験をお持ちです。東日本何でも蹴飛ばす会上島キャンプでの友人の沢野仁さんとの漂流経験についてお聞かせください。沢野は山でも岩で滑落して、両方ともまあかすり傷ですけども、傷だらけになってね、山この夜だっていつも文句言って、まあ海でも流された時はね、もう友情も何もないですね。お互いに逆流に逆らって、いかに陸地の岩までたどり着くかっていうね、競争ですからね。あれは海のね、離岸流って言って、あの基地から離れる流れ、これ島には必ずあるんですよね。だそういうのも知らない大バカの時代でしたから、その離岸流っていうのはちょっと横に50メートルまた離れるとね、全くなくなっちゃったりするんですよ。であの時それを知らないで、ただもうがむしゃらに逆流に逆らって行こうとしてましたからね。まあ両方とも体力がある頃で、水泳も両方とも好きで、まあうまかったですからね。まあ競泳のようになっていましたよ。流されちゃったら心細いんですよね。その岸辺島そのものがどんどん遠くになってきますから。それは船で前にやっぱり流されたことがあって、これ船は勢いよく流れますからね、もっと怖いですよ。ただあの船のプロフェッショナルがいたんで、心配ないよって言われて、本当は後で彼に聞いたら、いや実は危なかったんだっていう話でしたけどね。状況によりけりですよ。詩小説もやしでも漂流されていらっしゃいました。あれは計画的にね、計画的にいろんなそう物を乗せてイカダ作ってね、だから分かってたんですけど、でも危険でしたね。あれは詩小説といってやっぱり本当のことですね。割と空想よりも本当のことの方が読者に伝わるんで、危険な状態になった時っていうのは本当のことを書いてることが多いですね。本書ではナポレオンソロ号で漂流したスティーブン・キャラハンが本船沈没が開始した時点から非常に冷静に行動した様子について紹介されていました。なぜ彼は漂流が開始した時点から絶望することなく気持ちを切り替えて目の前の困難に対応できたのでしょうか。この人はヨット業界、しかもシングルハンド一人乗りですね、なんかの人にとってはバイブルですよね。この原作の本が世界で一番売れてる漂流記がキャラハンの体験記だと思うんですね。いろんなものを発明するじゃないですか。それでそのために嘆いてる暇がないというくらいアクティブなね、見ていて心地がいい漂流探検機ですね。精神力がね、そういう意味では旺盛だと思うんですよね。
でもあのキャラハンと対比的なのは今度の本には載せなかったですけど、何もしないから生きられたっていう本があるんですよ。これは日本の漁船でね、割と最近の出来事でここ50年以内の話だと思うんですが、まあある時流されちゃうことに気がつくわけですよ、漁船の漁師がね。それでまあ、 あの船で行く漁師たちっていうのは、まあ、結構水とか救急食料を持ってるんですが、その人はねほとんど何にもないんですよね。それでもう諦めちゃって、でただ寝てるだけだったんですね。で漁師だから釣り竿を持ってるんですけどね、それでも釣ろうともしないんですよね。本当にね何もしなかった。やっぱり潔さが見えるわけですね。性格がのんびりしていると同時に肝が太いということが漁師によくいるんですよ。僕はあの怪しい探検隊の後に怪しい雑魚釣り隊っていうのを20人ぐらいのお父さん仲間とやって、結構船で外国まで含めてね、だいたい10人以上15人ぐらいであちこち行ってますけどね。まあ釣り好きが乗ってますからね、まあみんな流されたら流されたでね、これ幸いと釣りを始めるわけですよ。あれはなんかいろいろしたから生きられたみたいな逆のパターンですね。やっぱその辺も肝を据わっている別の意味でね欲張ってるということでもあると思うんです。明治31年に流水丸の乗務員16名が漂流し、無人島生活を経て生還した無人島に生きる16人という書籍が紹介されていました。なぜ彼らは仲違いすることなく平和に秩序を守り、16名全員が日本に無事帰還することができたのでしょうか。あれは戦前のことなんで、反戦の練習生なんだけども、軍隊の根性を持っていけみたいな、そういうものが入っていると思うんですよ。ですから上位下達 の精神が反戦練習生の中には入っているはずなんですね。だから半分軍隊だと思えばね、孤島に生きる16人なんかはもっとネガティブな出来事とか技術とかいっぱいあるような気がするんですよ。ただ事前検閲があって、それから自主的にそういうのは書かないようにしたと。だからね、極限にあるのに職をめぐる争いもないし、みんなハッピーでしょ。だからちょっと嘘っぽいんですよね、あまり。であれば事実なのか創作なのか最初分かんなかったですよ。太平洋大西洋での漂流記ではシーラが必ずと言っていいほど救命いかだにくっついてきて漂流者に捕食されていました。ナポレオンソロ号で漂流したスティーブン・キャラハンが友情を築いたシーラを捕食したというエピソードも紹介されていました。漂流とシーラは切っても切り離せない関係なのでしょうか。シーラっていうのはね、海にダイビングなんかで入ってますとね、ダイバーにも寄ってきますからね。で場所によっちゃね、シーラは食わないっていう漁師もたくさんいます。なぜかっていうとね、シーラは死んだ人が流れてるとね、死肉を漁るって言われてるんですよ。だから縁起が悪いって言うんでね、シーナじゃないですよ、シーラですね。シーラも、イルカもそうですけど、漂流物に寄ってくる性癖があるんですよ。我々でさえ小さなボートで沖へ出ていくとシーラ寄ってきたりしますからね。そうするとね、かわいいもんですよ。まあこっちは漂流遭難してませんからシーラを食おうとは思いませんけどもね、あれ何にもなかったらシーラ食おうと思うでしょうね。